ここに邪神の体が。邪悪な気配が満ちている。すごいボロですわね。
お前は？こんな奴が出てくるってことは、すでにあいつは自分の体を。立ちふさがるなら戦うまでだ。知るかそんなことを。行くぞ。世のため、人のため。歪んだ志を打ち砕く大陸の英雄。この俺様の鉄球を恐れぬならかかってこい。熱き獅子雄のたぎらぬ貴様にはわかるまい。攻撃への対処方法は知っていても、攻撃の仕方はなっていないようだな。今度は俺様の番だ。行くぞ。ブリア。何をしている我が宿敵よ。貴様にはやらねばならぬことがあるのだぞ。邪神が元の力を取り戻してからでは遅いのだろう。ならば急がねばなるまい。お前、なぜそれを。そんなことはどうでもいい。こいつは俺様が何とかする。だから貴様は行け。やられるんじゃねえぞ。無論だ。貴様に決闘で勝つまで俺様は死なん。永遠に生きるつもりか。欲張りなやつだな。じゃあまたな。人の体を乗っ取るような奴に制覇さ、へりくつだな。くだら、うわ、あんた、さ、ノック、ナバ、い、我を負けるというのか。こんなちっぽけの愚民に。いや、我、せい。
国王だってよ、この俺が。あまり似合わなそうですね。はっきり言うなよ。国王になれば今以上に忙しくなってしまいますわね。なんだか嬉しいようで寂しい気持ちですわ。旅していた頃が懐かしいですわね。旅か、あの頃は楽しかったよな。そうですね、毎日が驚きと発見の連続でしたもの。城を抜け出すぞ。え？城を抜け出して旅に出よう。こんなつまんねえ生活はもうたくさんだ。あの、でもそんなことしたら大変なことに。昔城を抜け出した奴が何言ってんだよ。そうですわね。決まりだな。今夜城を抜け出すぞ。うまく抜け出したな。ええ、ところでどこに行きます？そうだな、王家となった今なら国外にも行けそうだし。では隣国へ。ああ、そうしよう。ただただあの国王には会いたくないな。